中の血が悪いと思っています。悪いって何？ジンを殺せる力を自分の中に感じます。お前に村を救えるの？おい、それはもののけ姫。はい、行きますよ。いいですか、戻った？はい、あれ、スタセイ戻った？無事だ。どうしたらいい？どうしよう、誰かお医者さん知りませんか？この子がどうしよう、この子が初めまして、どうしましょう。ピクミンはひん、なんでそこで止めるんですか？赤ピクミンは火に強いんですよ、知ってますか皆さん？初見でした。ナイスボタン。じゃあ紫ピクミン力持ちの知ってますか？え、そうなの？白ピクミンには毒がある。知らなかった？そうそう、よく知ってんね。マジで？黄色は高く飛ぶ。そう、すごい、知ってるんだ。青ピクミンは水に強い、溺れます。すごい、知らないんかい。個性がいろいろだな、ピクミンズ。青ピクミンは火って言ってたよ、歌って。バカじゃん。ここでもバカ。もういいだろ、俺がバカなのは。もう分かってんだから。ウェーイウェーイウェーイ、ちょっとやばい、なんかやばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい、ウェーイウェーイ、どうしたどうした、どうしたどうした、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 これなんでシューネスコシンだ今。あのさ、これえ、いや俺じゃない、マジで俺じゃない、シェリフの気はするよ俺は。シェリフの気はセリフな、シェリフな気がするだよね。シェリフな気がする。あ、シェリフが切ったの。僕のこと？絶対違うでしょ。どういう状況？まあ、これさ、ミディアムが調べればいいんじゃない？確かに間違いない。シャワーシャワー。そうだそうだ。ミディアムの上しようよ。シャワーの上。かけただけ。俺の後ろに詩人さんがいて、見えたんだけど。で、俺の前にシューネさんがいて、二人が言ってるなら。わかんないけど。そうなのかな。で、俺の。わかんないけど。わかんないけど。ちょっと。わかんないけどって。どういうこと？わかんないけど切ってたようです。何それ？番長の俺じゃない。一回スキップしようじゃん。ポンズ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 。ポンズ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 。おー入れてんな。おいこの野郎、おいこの色出しのお前ら、わかんないけどは黒いよ、わかんないけどは。ミディアム頼むぜ。あ、お前か。私が見てあげましょう。おお。ハラ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 。そうなの、悲しい死に方をしたのね。あなたが、なんか聞こえる、あなたが殺された。美和さんですか？美和さんいましたね。美和さんがシャワーにいました。美和さんがシャワーにいましたね。ズズアキヒロ、ズズアキヒロいます、ズズアキヒロ。あの子が残した言葉を私が伝えましょう。あなたを殺した人はどんな人ですか？あなた泣いてんの？私を殺した人は濃い色をしてました。あー、D 少ないはずだぞ、うん、今日少ないはずだぞ。 D、 誰 D？ 若のっちさんと詩人さんの二人ですね。ただポンズもあるよ。あ、しかしポンズ野郎もいますが。じゃあポンちゃん、ね、ポンズだってこれは。だったらもうそれでさ、犯人見つけてよ、この中の。わかりました、では私のスピリチュアルで犯人を見つけます。うん、そうすれば解決。シウネさん、あなたはあなたを殺した、あなたを殺した人の名前を教えてもらえますか？役職？名前？なるほど、名前まで？漢字2文字だそうです。漢字？詩人じゃん。俺違う、漢字2文字とひらがなだもん。漢字2文字が浮かび上がってきました。番長だぞ。番長だよ、番長。番長じゃない。番長が見えます。ひらがなでしょ、今。緑のオーラが見えます。ちょ、詩人じゃん。緑のオーラ。
俺だ、俺じゃない、おいズズズズ、おいズズ待て、おいおいズズ、おいおいズズ黙れ、おいおいズズ、ありがとう、おいズズ、ありがとう、おいズズ覚えとけよ、お前、おいオーラが見えます、おいズズ許さねえかんな、俺ずっと許さねえかんな、おいズズ霊界ではそのように言っております、ありがとう、もう死体ないよね、死体はもう見れないしね、死体はない、今んとこ、うん、ないない、頭痛に戻っとる、もうちょっと見えません、おい腰なりだなー、あー来た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 、音楽聞いた、やばい、降臨されてる、なるほど、あなたは何を見てほしいんですか、インポスターを見たい、はい、なるほど、インポスターが誰かを当てればいいんですね、わかりました、しかし、しうねさんは誰がインポスターか知らない、一人しか知らないので、相方の詩人さんから相方が誰かを聞くことにします。ああ、そうだね、効率は、そうだね。詩人さんがインポスターって前提なんだもん。前提っていうか確定だから、何言ってんの？確定か。何言ってんのか、お前。しょぼすけです、もう。もうしょぼすけになりました。もうしょぼすけになりましたよ、ね、これ聞くの、今のでもうしょぼすけになりますよ、ゆずきくんか、もうしょぼすけです、なやこれ、しょぼすけになりました、ごめんなさい、史上入っとるんだね、史上入っとるやん、史上入ってるってそれ、もうあれいなくね、人どこにいるの、アーカイブさん、今秋広やん絶対、ちょっと待って、しうねがおかしい、しうねがすごいな、あれ疑ってる番長、疑ってる番長、番長疑う、疑うんだ、疑ってる、疑ってないですよ、いやだから、あ、音が来るぞ、あのあのボタンを押したんで番長さんが白いか黒いか、ずず秋広さん教えてもらってもよろしいでしょうか、わかりました、しかし今回は例ではなく番長の後ろに見えるオーラで判断させていただこうかなと思います、はい、よろしくお願いします、では少し集中させていただきますね、ミサトランがジャッカルですね、全然違うんですけど、ミサトランがジャッカルと出ている、じゃあ何なの、じゃあ何なの、ミサトランがジャッカル、それしか番長の背後には見えません、どういうこと、なこれ誰になるんですか、結局ミサトランですか、ミサトランです、待って、言っていい、セリフだから映らない、イービルじゃん、やめてください、ちょっと待ちましょう、ちょっと待ってくる、ちょっと待ちましょう、しないとやばいぞ、所詮ないじゃん、所詮オーラ、所詮オーラなので、所詮オーラなので、所詮オーラなので、やめてください、やめてください、やったな、ズズ目やすよね、多分ズズアキヒロさん、ズズアキヒロさんお願いします、ズズアキヒロさんお願いします、うん、今回は本当に人が死んだので、その人の霊魂を見ることができます、今でもいいですが、オーラとしての判断になるのでちょっと曖昧になりますが、違うんです、一応それ聞いておくってのはどうですか、言ってみようか、それ釣らないでスキップして、スキップして、今の状態だとどうなんですか、今の状態だと中の血が悪いと思っています、悪いって何、悪いオーラが、まがまがしいオーラが、ドロドロの、いやドロドロです今回、ちょっと喋って何回言うんだよ完全にコントロールされてんだ、ズズに、どこ、あ、ここでは少し霊魂とお話しさせていただきます、はい、番長、何うんうんうん、あら、かわいそうだったのに、見つけたの、はい、別に死にたくはなかったと、
死にたくはなかったけど残念だったわ。あやばい。すみません。ちょっとあの今あなたの前で死あの私の前で一人死にました。ぜえどういうこと。私が霊と喋ってる間に一人死にました。瀬戸朝日さん、あなたの役職は何でしょうとちょっと今回聞いてみました。私はインポスターです。いやジャッカルなんじゃないですか、こういう感じは。ああジャッカルが来た。はい、もうはいはいじゃねえよ。ズズさん釣りません、とりあえず。番長どうしたのですか。こんだけ頑張ってくれてる。いいの、え、ズズさん釣るの番長。え、ズズアキリオさん、あなたどうして私を釣ろうと思ったのですか。中野っちさんの色は未だ変わらないんですか。まだ悪い。どうですこれ、見てくださいよ。汚いです。毛玉の悪口だろ、それただの。はい、感じます。お、え、ジズを殺せる力を自分の中に感じます。え、ババアキヒロ、僕は何人分かの力を持っています。出た、レイヤーだ。あ、そういうこと。消せます。あなた痛い目、あなた痛い目ありますよ。あなた痛い目ありますよ。番長に入れた。私は、これは栄えない。私は私は霊魂と喋るんだったら、俺が一番投票入れられるけど。あなた痛い目合いますからね。あなた痛い目合いますからね。お前に地獄に、お前に、お前に地獄に落ちますか。あなたお前に村を救えるか。お前に村を救えるの。おい、それはもののけ姫や、それ。お前に村を救えるの。お前それ、モロや、それ。それはモロや。中野っちでしたっけ。あ、ば、あ、終わった。やった。終わりました。終わったー。え？さ、さ、マジかー。もう助けてくれ。いや本当に。いやナイス。いや最後まで信じてあげないと、佐々木ヒロ。いやズズ。当てすぎじゃない？当ててんの？何それ？最初に連れた詩人ポンズショボスケ全員ジャッカルだよ。これは動画化じゃん、ズズ。すげえな。天才で能力。天才すぎ。